皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は英語基礎練習問題の6回目、括弧の指示に従って英文を書き換えましょう、こういう問題です。括弧1番、Judy lives in Corfu。 Judy lives in Corfu。 Judy は甲府に住んでいます、こういう意味の文章ですね。これをこれ疑問文にとるので疑問文に書き換えます。この元の文章を見ると Judy lives と、これ3単元の S がついているので That's を主語の前に置いて始めればいいということがわかります。ですから Does Judy live、 ここでは3単元の S が取れますね、原型に戻ります。In Corfu。 Does Judy live in Corfu? Does Judy live in Corfu? これで疑問文になりますね。括弧2番、 He walks to school。 He walks to school。 彼は普段歩いて学校に行きます、こういう意味ですね。これを Yesterday をつけて過去の文にこうあります。つまり彼は昨日歩いて学校に行きましたという意味の文に直せばいいんです。ですから動詞の部分を過去形に変えます。 He walked、 これに ed をつけてね、 walked にすると過去形になりますよね。 He walked to schoolYesterday。 He walked to school yesterday。 He walked to school yesterday。 これで過去形の文章になりました。括弧の中の正しい単語を選びましょう、こういう問題です。3番はまず最初に括弧があって Does と Is と Can があって、で Bill swim well とあります。ここだけ見るとどれを選んだらいいかちょっとわからないんですけれど、次の文章を見ると Yes he can、 Yes he can、 はい彼はできますと can を使って答えていますよね。ですから元の質問の文章も can を使って質問したはずです。ですから can を選びます。 Can Bill swim well? Can Bill swim well? Bill は上手に泳ぐことができますか、その質問に対して Yes he can、 はい彼はできます、こう答えているわけです。4番、 My brother is、 その後ろに括弧があって Drinks、 3単元の S がついている形から Drinking、 ING がついている形で Drink、 原型のもので括弧を閉じて Coffee now、 こうありますよね。ここでどれを選んだらいいかポイントとなるのは My brother is の B 動詞がある、ここです。 B 動詞があるということは後ろには ING 形が来て現在進行形になっているということですから Drinking を選びます。 My brother is drinking coffee now。 My brother is drinking coffee now、私の兄は今コーヒーを飲んでいるところです、コーヒーを飲んでいる最中ですと、こういう意味の英文になりますね。英文を読んで質問に答えましょう。英文は It があって最初括弧の中に Is が入ってます、これ1番ですね。 Sunny yesterday、 昨日は晴れてたんですね。 I went fishing、 私は釣りに行きました。 With my friends、 友達と一緒に。 We があってget が括弧の中に入っています、これ丸二番です。 A lot of fish、 たくさんの魚をと、魚は一匹でもたくさんという複数形でも形は変わらない fish を使います。 and came home、 そして家に帰りました。で I があって括弧の中に have が入っています、これが3番です。 A good time、 こんなふうな英文ですけれど、じゃあ質問括弧5、
1から3の動詞を正しい形にしましょう。こうなっていますね。最初の部分で yesterday という単語が出てきますよね。ですからこれって全て過去のものなんですよね。過去のことを言っているんですよ。ですからこれ括弧の中の動詞全て過去形に変えます。ですから it's, is、 この is を過去形の was にします。 It was sunny yesterday。 昨日は晴れていました。 I went fishing with my friend。 友達と釣りに行って We、 この get 過去形にすると got ですね。 We got a lot of fish。 私たちはたくさんの魚を取りました。 And came home。 そして家に帰りました。で、I have の have、 これ過去形にして had にして I had a good time。 I had a good time。 私は楽しい時間を過ごしました。こんなふうになりますね。では正しい形に直したもので、これ読んでいきます。 It was sunny yesterday。 I went fishing with my friends。 We got a lot of fish andcame home。 I had a good time。 こうなりますね。もう一回やっておきましょうか。 It was sunny yesterday。 I went fishing with my friends。 We got a lot of fish and came home。 I had a good time、ね、昨日釣りに行って、ね、友達とでたくさん魚を取った、一日楽しかった、こんなお話ですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。